ヤフー知恵袋とは、ヤフージャパンが運営する電子掲示板上で参加者同士が知識や知恵を教え合うナレッジコミュニティ、知識検索サービスである。ヤフージャパンのトップ画面などでは知恵袋とも略称される。2004年4月にベータ版としてサービスが提供され、2005年11月に正式版として開始された。2006年5月からは、 モバイル版のサービスを開始し、携帯電話などでも利用できるようになっていたが、携帯電話版のサービスが終了した、2016年12月14日以降、携帯電話からは利用できない。2011年からは、知恵ノートサービスも開始されたが、2017年11月30日をもって終了。二千四年四月七日に、ベータ版で提供され、二千五年十一月七日に、 正式版としてオープン。2006年12月18日にリニューアル。2007年9月27日にモバイル版をリニューアルし、携帯からも質問、回答ができるようになった。また、携帯版のデザインを大幅に変更し、チエモバという愛称が付けられている。2012年9月12日より、ヤフープレミアムの会員に対し、質問、回答に入力できる。 文字数が増加するなどの特典が追加された。なお、2019年4月3日より、ヤフープレミアムの会員特典が廃止された。知恵コインというものがあり、質問したり回答したりすると、知恵コインがもらえ、投稿が削除されたり、取り消しすると没収されるシステムとなっている。それに加え、回答者の活動状況を表す、グレードも存在する。質問や回答には、 ヤフージャパンの ID が必要である。知恵袋参加者のことを知恵リアンと呼ぶ。なお、知恵袋の質問に回答するには、ヤフージャパンの ID さえあればよく、特に資格は必要ではないので、回答が誤っていることも非常に多い。また、質問している人がベストアンサーを選ぶ仕組みであるため、質問者が回答の正確性を正しく判断できず、誤った回答を、 ベストアンサーに選んでしまうことがあり、その点も非常に問題が大きい。利用する際には回答の正確性は全く保証されていないことをよくわきまえておく必要がある。2014年6月にシステム改定が行われた。2014年7月現在の質問、回答の流れは以下の通りである。また質問が解決済みもしくは 回答を受付終了になる前に、本文、追記等はいずれも投稿後の修正はできない。質問は最長7日間掲載され回答を受け付ける。質問ではなく、自分の考え、主張に賛同してほしいがために質問風の書き込みを行うものもおり、その場合には気に入った回答に、口述のベストアンサーが付けられる。回答者は、一つの質問に対し一つの回答を、 投稿できる。回答には以下を指定できる。質問が解決済み、または回答を受付終了になるまでは回答そのものの取り消しができる。この際、15枚自衛コインが募集される。パソコンでは不可能であるが、アプリ版知恵袋の場合は回答の編集ができる。返信質問者は自分の質問についた回答に回答者は 自分が投稿した回答に対して返信を行うことができる。7日間の回答を受付期間内に質問者がベストアンサーを一つ決めることで質問は解決扱いとなる。質問者はベストアンサーを選ばずに回答受付を締め切り投票に移すことができたが2020年2月27日から投票機能が廃止され自ら回答を受付終了に移すことができなくなり ベストアンサーを選ぶことが必要になった。投票では ID を持ったユーザーが一人につき一つの回答に票を投じることができ、一週間で最も多くの票を得た回答がベストアンサーとなる。得票数が同じ場合は投稿日時の早い方が優先される。どの回答もベストアンサーにふさわしくないという選択肢が回答への票数を上回った場合や、 全体で一票も投票されなかった場合は、質問は取り消し扱いとなる。2014年に延長となるシステムに一旦変更されたが、2016年11月21日をもって延長は廃止され取り消しシステムに戻った。質問者本人に投票権はなく、回答者は自分の回答以外に票を入れられる。ただし、投票は2020年2月27日で終了した。 解決した質問は、サイト上に、半永久的に残される。また、質問者とベストアンサーに選ばれた回答者を除く、ID 保持ユーザーが、ナイス。ボタンを押して評価することができる。チーコインというポイント制度がある。質問や回答をする、質問を締め切る、ベストアンサーの獲得、ベストアンサーの獲得時に設定されたお礼、投票をする。 最初にベストアンサーに投票する、役に立つ評価をする、役に立つと評価されるなどのことにより、コインが増えていく。獲得したコインは、質問時にベストアンサー対象者へのお礼として、使うことができる。質問の一覧にはお礼が表示され、お礼が多いとより多くの回答をもらえることもある。参加者のランク付けとして、回答の成績により決まる、グレードがあり、 100段階に分けられている。2015年6月8日までは大きく分けて7つ、細かく見ると21のランクがあった。グレード評価で最も重視されるのはベストアンサー率である。グレード制度導入当初はベストアンサー率と総回答数のみでグレード評価をしていたが回答の取り消しを繰り返してグレードの引き上げを企てるユーザーが出たことから2007年3月1日より ベストアンサー数もグレード評価の対象となった。ランキングのシステムがある。2006年12月以前のランキングでは登録者の成績のランキングが主であったが、現在では一つの質問に対する関心度がランキングの主体になっている。前日に一つの質問に対して行われた閲覧、回答、知恵これの3種類をデイリーランキングとして発表している。上位50の質問が、 ランク入りする。ランキング入りした質問は注目されやすいため、回答数などが大きく伸びる。現在、知恵コインと t ポイントなどの各種ポイント、現金、仮想通貨などとの交換は行われていない。2011年8月20日から公開された新サービス。日常生活で得た知識や知恵を記載して他人に役立てることができる。ノートの内容はこんなところがいいですね。 もっとこうしてほしい。あれちょっと教えてあげようといった視点からライターにアドバイスを送ることができ、間違いや不足部分などがあれば、ノートの修正を依頼することもできる。また、投稿された知恵ノートに対する疑問を関連 Q&A として質問することも可能である。このサービスは当初は先行版として公開されており、知恵袋参加者のうち一部の参加者のみ、 先行ライターとして使用可能な状態であったが、同年12月12日の正式版以降後は、参加者全員が利用できるようになった。Q&A と同様、参加者のランク付けとして、グレードがあり、こちらも大きく分けて7つ、細かく見ると21のランクがある。知恵ノートのグレードは、相当高数、平均閲覧数、平均評価数で決まる。 このサービスは2017年11月30日をもって終了した。公開部分には参加者のプロフィールと成績のみが閲覧できる。なお、2020年1月16日をもってライフ制度は廃止された。その後、一定数違反した場合は、1週間利用禁止となるように変更されている。ベータ版貢献度は、質問や回答などの投稿、ログイン。 ベストアンサーに選ばれたりすると加点され、質問や回答を削除されると減点された。獲得貢献度により、レベルが1から10まで設定され、特に貢献度が多い参加者を上位100位までランキングしていた。貢献度を加点する際、投稿の質は考慮されなかったため、内容の薄い回答を繰り返して不正に貢献度を稼ぐ参加者が多く見られた。また、 参加者は ID を非公開にすることも可能であった。正式版移行後は ID 非公開は廃止されたが、現在でもベータ時代に投稿された質問、回答は ID 非公開のまま残っているものもある。また、前述のように ID 非公開機能は2012年4月5日より解決済み質問に限って10月末までの期間限定で提供され、 その後11月28日には、プレミアム会員限定で、解決済みの質問、回答の投稿者名を非公開にする機能が追加された。2019年4月3日、プレミアム特典が廃止されたため一般の利用者でも、解決済みの質問、回答の投稿者名を非公開にする機能が利用可能になった。正式版貢献度の仕組みは、質問を解決すると上がるという点のほか。 大きな変更はなかった。レベルの概念がより重視されるようになった。レベル数は投稿者名の横に表示された。レベルは投稿数に応じて上がり、規約違反による管理者削除が一定まで増えると一気に下がった。2006年12月のリニューアルではベストアンサー率を重視したグレード制度へ変更された。ランキングは開始当初、レベルランキング。 貢献度ランキング、ベストアンサーランキングの3つがあり、その後、週刊ベストアンサーランキング、週刊質問投稿ランキング、週刊回答投稿ランキング、キーワードランキング、アクセスランキングが追加された。雑談、投稿練習といった質問がなるべく他の質問と混在してしまわないようにするため、交流掲示板として利用できるスペースとして、おしゃべり、 雑談というカテゴリーが提供されている。下位のカテゴリーは以下のようになっている。このカテゴリーには、など、第一カテゴリーに設定した場合のみ、他のカテゴリーとの差異がある。ありがとうございます。